はですね、ここ愛知県瀬戸市にあるタマの工場へやってきました、はい、結構でも遠かったですよね。遠いですね。名古屋市内から1時間ぐらい。そうですね、僕そうですね、広島市内から呉市ぐらいですかね、わからないって言ってじゃあ工場見学に行ってみますか。はい、はいはい、じゃあ今日はご案内いたします。お願いします。はい、さあ、どんな感じの、ね、ドラムを作る、ドラム工場です。ドラム、え、これも 何使うんですかね。やっほーやっほー、いや、木がいっぱいありますね。木がいっぱいありますね。木だらけですね。木だらけですね。木だらけ。うわ、ここはさらに、うわ、たくさんありますね。すごいですね。この一見ペライのがあのドラムになってくるんですね。ドラムになってくるんですよね。これはどんなものが待ってるでしょうか。いや、きっと素晴らしいものに変わっていくんですね。釜、ね、ここです。ここ釜ですね。ここに入れ、こういうの作ってますね。ここで接着剤が入ってますね。じゃあ釜、あ、上がった、バスって言いました。出てきました。いいよな、これまた。いやー、なんか目から鱗な感じがしますね。食べ物じゃありませんから、食べないでください。お子さんは真似しないでください。できました。熱い、焼きたてのほかほかですよ。ほかほか。うわー、来ましたね。これがうわ、すごいですね。山積みのこの銅たち、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 たち、ブビンガ、ブビンガですね。これはもう確実に僕も今使ってますね。使ってますね。新しいやっぱり材質はどんどんこう使うわけですね。ね、しかしすごい数ですね、本当に。本当、一体何万個あるんでしょうか。これから製品になってきますね。莫大な数が、これが世界各地へ散らばっていくわけですね。これになんかいろいろついたり、いろいろ塗られたり、塗られたり。じゃあ次はここで行ってみましょうか。行きましょうか。さて、塗装ですね。ここは塗装の工程ですね。じゃあちょっと二人さんにちょっとお願いします。お願いします。見せてください。見させてください。塗装が終わってと思いきや、思いきやここでまた思いきやなんですね。研磨かけてまた戻すんですね。研磨というか塗装面が表面をデコボコ、細かく、多分細かく見るとデコボコなんですね。それをツルツルにしてまた戻して、塗ってまた来てツルツルにしてまた戻して、塗ってまた来てツルツルにしてまた戻してまた来てツルツルにして、手間のかかる作業をここで繰り返しやっているということですね。で、バフをかけるんですか。みたいですね。あ、はい、バフ、バフ、うわー、すごいな、これ。綺麗になってますね。ねえ、調度品ですね。家具帳、家具、家具ね、素晴らしい。家具からですよ。次はこれは、あ、いよいよエッジ、ドラムエッジ加工品ですね。はい、はい、次は、あ、
何をするところですか、これは。穴開けてるんですね。穴開けてるんですか。開けちゃっていいですか、ね、あ、開いてる。開いてる、開いてる。え、これ自動？うわぁ。すごいっす。すごいなぁ。クリット。そっちが映ってないですけど、こっち側でも行われてますね。はい、はい。これに穴を開けて、ラグが組み込まれてるんですね。そうですね。これは人の手でやったらもうすごい狂いが、うん、出そうで。これは完璧ですね。こんにちは。こんにちは。じゃあここで、さっきので穴開けたやつで、ここでラグつけて、ここで、そうですね。はい、今ところに。これ全部手作業なんですね。ですね。こう単純作業で大変ですね。ヘッド張ってますよ。張ってますね。こんにちは。こんにちは。これいいっすね。ね。はい。はい。いよいよ最終工程です、ね。そうですね。もうこれでもう出荷。終わって出荷待ちです。出荷ですね。すごいな、綺麗な。ね。ギョラムたちが世界各地へと旅立っていくわけですね。ここは何の部屋？ここはお、なんか置いてありますよ、いろいろ。ねえ、あ、レンタル視聴室と来たもんだ。レンタル視聴室ですね。お、レンタル視聴ですね。お、ドラムが2個セットしてある。工場見学したら、ドラムはやっぱり大事にしたいなって思いましたね。僕も全くそのこと同じこと同じやっぱ同じ世代